バックストリートボーイズ9年ぶり M ステ野村周平&桜井日奈子はディーンの応援に。結成25周年を迎えた米男性5人組ボーカルグループバックストリートボーイズ以下 BSB が明日18日放送のテレビ朝日系ミュージックステーション2時間スプ後8時0分に9年ぶりに出演し、同番組では初めて1999年の大ヒット曲 I Want It That Way を披露する。BSB は5年半ぶりのニューアルバム DNA 23日発売を引っ提げ、昨日16日5年3ヶ月ぶり13回目の来日を果たしたばかり。2010年以来9年ぶりに M ステに登場し、全米チャートで14週連続1位を記録し、25カ国以上で1位に輝いた名曲 I Want It That Way、 さらにグラミー賞にもノミネートされた5年ぶりの新曲 Don't Go Breaking My Heart の2曲をパフォーマンスする。DA 分布は2018年を代表するヒット曲となった USA、 昨年6月発売に続く新曲桜、3月6日発売をどこよりも早く初披露。自身初の桜ソングを広めに向け、ISSAは今回も俺たちらしいパフォーマンスを全力でやりますと力強く宣言している。約半年ぶりの登場となる D 藤岡は19日に同局で放送開始となる連続ドラマ僕の初恋を君に放ぐ毎週土曜のち11時15分の主題歌 Maybe Tomorrow をテレビ初披露。スタジオには主演を務める野村周平とヒロインの桜井日奈子が応援に駆けつける。M ステ初登場となる野村は、僕なんかが出演させていただいていいのかなと緊張気味。タモリクラブが大好きと言い、司会のタモリとの初対面を心待ちにしている。一方の桜井はアーティストさんがタモリさんとお話しするところが特に好きです。緊張感とかが伝わってきて、テレビの前なのにその場にいるようなじっと見守っている感覚になりますと告白。まさか自分も出演できるなんて夢にも思わなかったので、しっかり目に焼き付けて感想を家族に話したいと思いますと笑顔で語った。